ドメブラ第5弾がやってきたぞ。ついこの間に第4弾をやらなかったっけ。こんな短いスパンで第5弾をやるとは思わなかったんだぜ。それはね、早くみんなが知らないドメブラを紹介したいからだ。今まで紹介したドメブラをざっと見ると、ファッションに敏感なみんななら一度は聞いたことがあるブランドが7割くらいを占めてるんじゃないかなと思うわけですよ。つまり、霊夢は誰も聞いたことのないような新鋭ドメブラを紹介したくて、うずうずしてらっしゃるってことですかい？ああ、その通りだ。だからこそ、この人気シリーズはこれからも高頻度で紹介していきたいと思っているぞ。変わってませんじゃねえか。とはいえ、第5弾ともなると知らないブランドの比率も多くなっていくだろうから、より見応えがあると思うよ。最後まで見ていってね。高評価ボタン、ポチッと押してくれたら嬉しいんだぜ。ドメブラ第1弾から第4弾までは概要欄に貼っておくから、まだ見てない人はぜひチェックしてみてほしいんだぜ。それじゃあゆっくりしていってね。この動画で君もドメブラマスターになろう。いえ、まず一つ目に紹介するのはアレッジだ。アレッジは、2011年春夏シーズンにデザイナーの山口亮がスタートさせたんだ。生活の中にある日常着の可能性を追求というコンセプトをもとに、ニットを中心としたシンプルで肩肘張らないウェアを提供しているよ。オーラリーと並んで紹介されることが多いブランドなんだぜ。価格帯はオーラリーよりも若干安いくらいなんだぜ。シンプルでクリーンなデザイン、そして素材にウール、カシミア、コットンなどの天然素材を使用したワードローブを中心に展開しているよ。コンセプトに日常着の可能性を追求とある通り、見た目はシンプルなんだけど、よく目を凝らしてみてみると粋なディテールが見られる洒落たブランドなんだぜ。これは、前面にダブルのジップがついている非常にクールな作りでありながら、袖部分にはキュートでラブリーなステッチが入っている粋なニットだ。化け物レベルのかっこよさなんだぜ。マルジェラやサリバンにも似たデザインがあったよね。ちなみにこれはいくらなんだ？このニットは5万9000円だ。まあな値段だな。声震えてんぞ。二つ目に紹介するのはユニバーサルプロダクツだ。このブランドは、別動画で紹介したグラフペーパーをスタートさせた南隆之がディレクションしていたセレクトショップ 1LDK のブランドだ。いわゆるセレオリなんだぜ。2009年にスタートしたブランドなんだな。どんな特徴があるブランドなんだ？布地、パターン、縫製に至るまで、すべてにおいて妥協を許さない製品を生み出すことを目標にしている上質な大人ブランドだね。このニューユーティリティバッグなんて、非常に人気を博しているアイテムなんだ。大人の男性に支持されているブランドだけあって、仕事でも使えるようにパソコン専用のポケットに加え、小物をまとめられるメッシュのポケットもあるんだよ。ミニマルだけど大容量で、ノイズのないバックパックなんだぜ。外資系投資銀行 IBM 部門勤務の Y には必須のアイテムなんだぜ。お前に言うとけん。三つ目に紹介するのは、リトルビッグだ。人気セレクトショップカンナビスのバイヤーである真渡啓太が、2011年秋冬コレクションよりスタートさせたのがリトルビッグだ。カンナビスも、グラフペーパーの南隆之がディレクションしたショップなんだぜ。こう聞くと、南隆之の影響力ってマジですごいんだぜ。ドメブラでテイラードジャケットといえば、リトルビッグかサリバンというほど定評がある注目度の高いブランドなんだ。菅田将暉や小松菜奈といった、ファッション感度が非常に高い芸能人もプライベートで愛用しているブランドなんだよ。この二人に関しては、おしゃれ俳優女優ランキングにランクインしているファッショニスタとして動画で取り上げたから、そっちもチェックしてみてほしいんだぜ。にしてもテイラードの完成度が見るからに高いと思わされるブランドなんだぜ。そして小さいを意味するリトルに、大きいを意味するビッグを組み合わせた意味深なブランド名、とてつもないこだわりを感じるんだぜ。ん、特に由来ないっぽい。そんなのブランド名の由来意味は特にないようだけど、テイラードを美しいままストリートでという概念を元とした、クラシックでモダンな男性服というコンセプトのもと運営されている、テイラード好きにはたまらないブランドなんだ。セットアップできれば、独特で近づきがたい雰囲気を身にまとえるんだぜ。これってジャズが流れてるバーでカルーアミルク飲みたいんだぜ。絶妙にダサい。四つ目に紹介するのはヤントルだ。ヤントルはデザイナーの坂倉康介とパターンメーカーの吉田健介が2008年に設立したファッションブランドだ。ファッションを時から大服の関係性から生まれる状況的なものとして捉えており、シチュエーションをコンセプトに、写真、映像、インスタレーションを用いて、2009年からコレクションの発表を開始している独特のブランドだ。ファッションに時という概念を織り交ぜたブランドなんて今まで聞いたことがないんだぜ。土地とファッションの関係性っていまいちピンとこないんだけど、どういう意味なんだ？ヤントルは土地の習慣、気候、宗教に適した素材や、土着的な技法によって作られる布、そして民族服の構造に着目しているブランドなんだ。継続する文化と、変化していく現代の技術や環境を照らし合わせ、布をまとうようにという起源的な感覚を現代に織り込んだユニセックスのコレクションを提案しているんだよ。道理で布をまとったような着こなしが多いと思ったんだぜ。このブランドは日本の侍を連想させるようなシルエットに、エスニックなテイストを融合させた新感覚のブランドなんだぜ。Y の好みすぎるでこれは。要チェックのブランドだな。5つ目に紹介するのはフラグスタッフだ。フラグスタッフは、村山康幸により2014年にスタートしたメンズファッションブランドだ。東京を拠点にしているブランドだね。
正直読みづらいブランド名なんだぜ。一切の枠にとらわれない、自由な服作りをコンセプトに展開しているんだ。そしてこのブランドは、今まで解説してきたすべてのドメブラの中で一番、安い、というよりコスパがいいが正解だな。一つのアイテムをだいたい5000から2万円でゲットできる、コスパがいいブランドなんだな。アイテムにはどんな特徴があるんだ？ミリタリーやアウトドアなどの要素を含んだ、プリントアイテムを豊富に展開しているよ。プリントも、普通のブランドには見られないユニークで面白いものが多いから目新しいラインナップだと思うぞ。ドラゴンボールやエヴァンゲリオンともコラボレーションをしているようだね。Y はスーパーサイヤ人なので買わざるを得ないでしょうが。かつての設定モルナ編集が面倒になる。メタすぎる理由。6つ目に紹介するのは TH プロダクツだ。日常における普遍性の追求をコンセプトに、2018年にデザイナーの堀内太郎によりスタートしたメンズファッションブランドだね。堀内太郎はもともと、太郎堀内のデザイナーを務めていた方なんだぜ。2007年、マルジェラやドリスも通っていたアントワープ王立芸術アカデミーを首席で卒業するという天才としても知られているんだぜ。よく知っているね。まだブランドが始まって4年程度しか経っていないけど、とにかくこのブランドは抜群にかっこいいんだ。別の動画で詳しく取り上げようと思っているよ。モノトーンでモードな雰囲気が漂うミステリアスなブランド、こりゃ楽しみなんだぜ。こんなかっこいいブランドが日本にあったとは、我ながら当チャンネルに感謝しているんだぜ。よっせーの。どう反応すればいいんだ？7つ目に紹介するのは色恋だ。色恋？大人なワイには刺さりそうなブランドなんだぜ。やかましいわ。色恋は、2003年に吉田誠が設立した日本のブランドだよ。ブランドコンセプトはイレギュラーな男の色気を提案だね。男の色気？乙女の Y は出る幕なしってか？その雑なキャラさっさとしてろ。ドレススタイルユーズドクロージングミリタリーに含まれるそれぞれの要素を取り入れ、今のシーンに融合させて新しいスタイルを作り出すブランドなんだ。ちなみに、ブランド名の色恋は、アメリカ原住民の6つの部族からなる連邦に由来しているんだ。色恋じゃないから覚えておくんだぞ、マリサよ。気持ち悪い。シンプルに傷つく。8つ目に紹介するのはエレファントとライバルファブリックスだ。略してエレファブとも言うよ。エレファブは2012年に、君塚良太により立ち上げられたブランドだよ。コンセプトはあったけどなかった服で、ミリタリーアイテムに異なる素材やテイストのアイテムを組み合わせるのが得意なブランドとして知られているんだ。めちゃめちゃかっこいいアイテムなんだぜ。毎シーズンに素材を組み合わせた新鮮なアイテムを展開していて、ファンを飽きさせないのも評価したいポイントだ。ドッキング系のアイテムが好きな人は要チェックのブランドなんだぜ。価格帯もアウター類は10万円を切っていて、トップス類は1万円前後も多いからぜひとも狙っていきたいブランドなんだぜ。ちなみにデザイナーの君塚良太は、高校卒業後に地元の美容室に就職していたんだ。交通事故にて腰の骨を損傷し一時歩行困難となるも、2012年には独学でエレファブをスタートさせるというジャンプの主人公かおまけの来歴があるんだよ。そのエピソードだけで応援したくなっちゃうんだぜ。9つ目に紹介するのはクルミだ。デザイナーの安藤和彦により、2014年春夏コレクションよりスタートしたカジュアルブランドだね。ジェンダーレスで柔らかい雰囲気から人気を集めているブランドとなっているよ。アイテムはユニセックスで展開されているんだな。そうだね。クルミのブランドコンセプトはハブアワンダフルデイだよ。デザイン性が高いことに加えて着心地の良さも考えられているから、ブランドコンセプト通り素敵な一日を過ごせるように洋服を制作されているんだ。日々の生活に馴染む気の利いたデザイン、着心地がいい素材とカッティング、そして品の良い仕立てがクルミの特徴なんだな。こりゃぜひともチェックしたいんだぜ。コーディネートの際も重ね着で生きるデザインのアイテムが多いから、レイヤードとしてファッションを楽しむのがベストのブランドかもしれないな。さて、最後に紹介するのはイサム片山バックラッシュだ。デザイナー片山イサムにより生まれたレザーブランドがバックラッシュだ。レザージャケット好きの Y にはたまらないブランドで、また別の動画でみっちり解説する予定だ。見てるだけでレザーの質感、柔らかさが伝わってくるんだぜ。バックラッシュでは季節に関係なく常にレザーを追求し、レザージャケットやブルゾン、ブーツやバッグなど服から小物まで幅広く生産を行っているんだ。素材から自社で開発を行い、職人たちの手により複雑な加工や芸術的な手染めがなされ、世界でたった一つの製品が出来上がるんだよ。ここまでツヤ感があるレザーはなかなかない気がするんだぜ。メイドインジャパンにこだわり、世界に挑むデザイナー片山イサムによるバックラッシュ、詳しい解説、乞うご期待なんだぜ。さて、これで前シリーズを含めて合計50個のドメブラを紹介してきたわけだけど、まだ紹介できてないドメブラは100個あるよ。100だとそれほど、新進気鋭のブランドがまだまだ眠っているということだ。日本のブランドを共に盛り上げていこうじゃないか、マリサよ。おっしゃついていくぜ霊夢さん。ということで今日も、ご視聴ありがとうございました。